はい、皆さんこんにちは。神サップ編集部のターザン馬園です。そしてはい、サップコレコン太鼓桜井です。はい、サップコレコン山本です。さらに世界のザキヤマです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。馬園さん今日どうしたんですか？どうしたんですか？言ってんだろ。だから俺は隠れオセロニアになってて。さあ今日なんでですね馬園さんがいるかと言いますと、はい、9月18日、はい、朝10時から、はい、東京ゲームショーで東京ゲームショーオセロニアンの戦やります。おはい、ただ今カップ戦でね、上位入賞者の中から、8名、はい、プラス補欠2名の、はい、全国の、ね、オセロニアの強者が幕張でトップを決めるために戦うという、はい、対峙する大きい大会です。はい、かなりの人数がね収容できるステージに、はい、やるので、はい、大盛り上がり間違いなしと。そして私タイガー桜井、そしてターザン馬場の、そしてあれ誰だっけ、じゃあ言えよ宮も解説で、はい、話させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんぜひね見に来てください。はい、ザキヤマさんも、はい、どこか遠くから見守っていると思いますので、はいはい、どっかね、はい、いるかもしれない。あの叫べば多分、うん、そうそう、ザキヤマといえばね、下手すると上位にいるかもしれない。そう、もう出てるかもしれない、まあ、ちょっとまあ戦の結果したら下手すると出てるか。普通に当日、うん、ピャーってくれば見に来るよね。観覧ね、はいはい、できるというピャーってください。はい、はい、したら我々もいます。我々もいます、はい、というわけでオセロニア、はい、2月リリースですよね。そうですね、はい、うん、から約半年以上ですね、経過したんですけれども、はい、ただいまどのような駒が暴れているのかというのを、ね、ちょっと整理していこうかなと思っております。活躍してるやつとか、はい、はい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 、じゃあまずですね、うん、あのこの3人でね話し合ったんですよ、うん、まず、はい、で、竹山さんと、ね、はい、俺とね、まず S 駒で問題児、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 活躍してるね、5個あげます。それで、まあ、2票以上集まった子、はい、紹介していこう。問題児の中の問題児が、はいはい、そうそうそうす。まずこちら、デデン、アズリエル、アズリエル、はいはい、こちらは、3票集まりました。はい、超モアパレード限定のね、アズリエル、キングオブ問題児、キングオブ問題児ですね。とんでもないよ、はい、まあスキル、毒ダメージ1300が3ターン入る、はい、コンボスキル2枚返しで 1.4 倍、2枚返しだよね、1.4 倍の追撃ですね。はい、なのでまあ 2.4 倍ですよね、ですね、という、さらに、コーステステータスも高く、攻撃力高いですね、はい、高い、攻撃力やばいよね。やばいっす、だってベリアルよりあるんだよ。そう、ミュウにより高い。なんでそう、この子やばくないっすか。ミュウにより高い、ドラゴンを超えた悪魔、はい、なんかこのなんかドクロがなんか関係してるんですかね。ですから2人分だから、なるほどね、はい、2人だって2人だもん。そこなの、支部2人だった。そう、支部2人いるんです。支部2人分。この子は間違いなく環境トップでしょう。これはもういろんないね、本当、うん、いろんないですもん。満場一致です。素晴らしいダメージ、最強です。さすが超モアパレードの限定キャラって感じだね、はいはい、さあそしてこちらも3票入りました。はい、おでで、んフォーカス、フォーカス、フォーカス、はい、こちらもね、魔ですね、魔ですね、はいはいはい、もう初手4000、5000持っていくこいつ。そうそう、何、そうだから HP めっちゃ高くしてもさ、こいつのせいでアドバンテージ消えるんだよ。そうそう、消えるんだよ。トップがフルカス同士だと、そうそう、もう普通にただただね、あの HP が下がった状態で戦う。そう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 。そしてコンボスキルも、吸着1100、はい、最大でということで、かなりすごい吸ってくるって暴れております。はいはい、特にコンボスキル強いんだよ。乱量が流行ってる時に出てきたフルカスなんです。そうですね、で乱量をトップにするとやっぱそのアルンのコンボスキルとか、はいはい、5級開口戦みたいな、結構ね露骨にその乱量を目立ってくる神キラー、はい、増えたんですけれども、それを対策できる、はい、して結局初手にフルカスを置くことでその乱量が 1.3 倍上げるじゃないですか、最大で、うん、その分持っていけるんですよね、フルカスの、うん、あの魔強化マスとかバンって踏まれたら、そうそう、最初魔強化マスであるところにフルカスを置かれるとこれはオセロなのかあれやれるともう違います、オセロニアです、そうそうそう、オセロニアです。そして、こちらも3票入ったのかな。ああ、これもルエドさん、はい、こちらは、最強決戦のルエドがなんと、はい、環境トップにランクインです。はいはいはい、まあ、高ステータスに、はい、600の毒、はい、毎ターン600ですね、でかい、でかいです。そしてコンボスキルがウルスタイル、そうですね、はい、ね、HP が低いほどね、はい、HP が低ければ低いほど強い、はい、このね、あの HP が低ければ低いほど強い攻撃って、うん、やっぱ腐らないっていうか、そうなんですよね、まあ、発動条件がね、そう、なんかね、緩いですからね、うん、ある意味固定ダメージってどうなんってやっぱもう最初から思ってたんですけど、うん、やっぱね強いんだよね、バカにできない、強い、全然バカにできない、結局バフよりもダメージ出る場面っていうのが多いので、うん、ルエドさん、いろんなし、最強決戦ですもんね、
特に今ドクパが流行ってるので、確かにもうドクパだったら確定採用だ。ガシーマンガクトだしね。そう、そう、もうそれは強いよ、ね、相手をしてる。赤ん坊の頃の赤ん坊の頃のですね、大体聞きますね。そしてここからは2票ですね。アマテ、アマテラス、アマテラスさん、はい、アマテラス入れました、うん、守りにも攻めにも使える。そう、そして HP タンクです。はい、すごいね、HP のステータス高いっていう、ね、うん、1体いるとなんか生き残る率が上がると、うん、そうですね、やっぱり結構あとヘイトも集めるので返しや返され返されやすいですね。確かにそうです、ね、返さないとみたいになっちゃう。そうそうそう、なんでこいつをなんかあのクロスのところに置いたりして盤面を取ったりっていう使い方も、はい、できます。汎用性は多分ものすごい高いですよね、うん、そうですね、やっぱどのデッキにも入れられますね、うん、いろんな役割出てる、はい、本当に終盤に出てくると一番厄介だと思う。うん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 、あこいつこいついたかーってなるんですよね。そう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 、はい、はい、次バイスで終わりと思ったらこいつ出てくるから、ね、そうそう、ギリ削り切れるかって時にアマテラス出てくるとね、もうほんと震える。強いです、強いです、強いです、間違いなく強いです。あれ、これって3票入れた？俺入れた、俺は入れました。僕も入れましたよ、うん、はい、じゃあこいつも3票です。影見中、影見中、はい、影見中、はい、やっぱ出た時から強いね、息長いですよ、息長い、俺も愛用してる、ね、まず1枚返し2倍、もうあの最近の乱量を 1.3 倍だったら4200とか持ってくるんですね、うん、そうですね、はい、そうでなくても3000と。で最初に置いてももちろん強いんですけれども、うん、まあ、後半のね、もうフィニッシャーにもなります。そうだね、うん、そうなんです、ね、であの最近出た始めの頃ってやっぱり初手影光ってすごい多かった、はい、気がするんですけど、ね、最近は後の方で置いてきてコンボスキルメインで使ってくる人とかも。そうですね、いるの、コンボもね 2枚で2倍だから2枚2枚めっちゃ強い、割と笑えないんですよ、威力が。で、さらに、あ、そう、あの、やっぱ初手影光があれなのは、最近やっぱあのスキルダメージで HP が減れば減るほどってやつが増えてきたので、はいはいはい、やっぱ大きいダメージはね、うん、最後に与えたい、うん、ってことが、なって、影光初手っていうのは少なくなってきた、うん、はい、けど、まあ、あの最初に竜強化マスターあったら置くわ。置きますね、うん、置きますね、間違いなく 1.5 層、はい、フルカス並みにダメージ出ますから、確かに、ね、間違いない。影光は竜馬じゃなくても使えるので、かなり。さあ、今 S ゴマのですね、今票を集めた5体を紹介したんですけれども、はい、他にもね、あの1票我々から入ったのは、まずレオノラ、はい、レオノラ、レオノラ誰いるの、はい、あ、レオノラ、はいはいはい、リューパの光、うん、光強いね、確かにレオノラ、レオノラ、リューパの光です。そしてレムカ、これ僕、レムカ、あ、レムカ、レムカがいるっていうことで、レムカがレムカをビビるんだよ。あ、まあ、そうですね、なんかもう4枚返しをさせない、ファーストメイビスでしょ、うん、そうだから手に入ってるってだけで、そう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 、あ、もう今までその4枚返されるけど別にあーってなってたらなんかレム化されてやられる、そう、なんかそう、あ、めっちゃダメージ出るからね。やっぱ1回レム化されてやられた男はレム化を恐れ出すんだよ。体になってる。そっかそっか、来るかも、確かに確かに、これレム化くんだ、レム化くんって時にね、匂いするぞ、そう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 、それだけで持ってるんじゃないかって思わせるだけで4枚返せるところっていうのを作りづらくなるので、それだけ強いのかなって、今コンボスキル強いですね、コンボスキル強いと思います。そしてこちらミヤゴーから1票入ったメフィスト、まあ置いとくだけで、毒もね環境トップじゃん、毒はですね、でさらにコンボ強力っていう、うん、メフィスト、まあそのファウストももちろん強い、それは強い、もちろんもちろん、もう1枚のファウスト、そうそうそうですかね、はい、というわけで、そこまあこんな感じです。ババゾノさん的に何かありますか。いや、俺の好きなエルダーが入ってないじゃん。え、エルダー、エルダーって知ってる、 SSSエースじゃないもん。え、S、今 S、 今 S、 今 S の話です。違う違う違う。いや、俺 S とかそんなの持ってない。あ、でもあれ取ったわ。あの、なんだっけ、あの、リュウのやつ。マルガレータ、マルガレータ。え、マルガレータだっけ。え、なんか、最強決戦はマルガレータ。あ、それだそれだそれだ。あ、マルガレータ。はい、あ、それが手に入ってよかった。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ、エルダの話もちょっと。エルダの話は取っときましょう。これかねしも、これ。はい、あ、じゃあもう見せちゃった。はい。え、誰、A、英語版の最強。俺さ、俺さ。満場一問題。違うんだよ、俺さ。え、何が違うんですか。じゃあ、戦友のところにこれめっちゃいるんだ。戦友のとこに行ってもしょうがねえんだって。確かに確かに確かに、やめろよ、確かにやめろよ、確かに確かに、やめろよってなる、マジやめろよ。そうですね、そのような問題を引き起こしているのはこちらの乱量。そっちの問題でもあるっていう乱量を。さあ、無条件 1.3 倍と、はい、スキルまでですね、スキルまでね、スキルまでじゃなくても 1.2 倍はい、はい、まあ特にやっぱ弱点っていうのも、あの神がリーダーになるので狙われやすい。俺はね、メッドラゴンばっかり使ってるからめっちゃ枯れる。あーあー、入れた入れた、入れた入れた結構神キラー多いですからね、リオには、はい、あとはそのルキアですね、うん、はい、ルキアさん、攻撃力がまあ1012、うん、若干低めではあるので、うん、まあ、例えばエランリョウオーマーバとかを組むと、うん、結構ルキアで引き出されちゃう、はい、っていうところはあるんですが、そこまでしてイーブンですから、
本当そうですね、はい、これはもう間違いなしで乱量をパッて言ったって乱量マッパ乱量を神パ乱量を下手すと乱量龍パいますから、ねうん、何でもいけるそう何でもいけちゃう、ね、何でもいける乱量、はい、もうとりあえずリーダーにしとくだけで強い、うんうんはい、そして、こちらも満場一致パピストさんパピストさんはい甘めよく見るね間違いねえよあのねバケモンだこれはバケモンですねこいつも返さなければいけないっていう、まあ、あれに駆られるよ乱量はまあ置かないから違うじゃんまたまた違った強さです、ね、こいつはねもう盤面に出てきただけでそうもうあのこれ1枚でその盤面覆すようなひっくり返すねはい駒でございますめちゃくちゃ警戒しますよねこれ出されるとコンボが強力っすよねまず、スキルもシールド、はい、守れるコンボが 1.5 倍ですね最大HP が 50% 以下の時に 1.5 倍にするとはい、なんで 2.5 倍バフこれ 1.6 か1.6ですねこれ最大 1.6 倍。やべえよアズリエルより強えそうだって 1.6 アズリエルと並べるこれ系のって、はい、ファーストさんがリンクセしたっけ 1.7 ですよねでもあれは3枚返しじゃないですか条件が厳しめで、はい、アズリエルさんがリンクセした2枚返しの 1.4 で最大 1.5 そうですよね、はい、で、あのブレストソーディアンさんはいですかあの人が通常 2から 1.4 ですか、はい1.6 が HP 50% 以下で発動するってやばいですよねやばいだって1枚返しでいいんだもんそうなんですよ影水でいいんだもんそう影水とハーピスト絡みだって影水ハーピストはもう絶望しかないですね序盤終盤中盤隙がないそれ言いたいだけですよそれそれそれしかも見てこれそうこれこんなスタイルの女性はいませんいやっていうか進化前ってほぼ見ないじゃない見ないで誰も使わないじゃないですかいやわがままだよこれは進化前の方がなんかちょっとあのあどけないじゃないですかそうだからよりなんかそのわがままっぷりが目立つ感じですよね強調されてるんですねあーもうやだやだみんな体ばっかりやだやだそしてこちら、はい、こちらも3票入りました、はい、もう3枚返しで 1.7 倍とこいつのせいでオセロニア文化が変わったねそうね変わったと思う出た当時はもう衝撃だった、ねはい、そうですねやっぱ3枚返されたらもうほぼほぼワンパンされますからねそうですね、はい、ですねこれ発動されるともうダメなんですよ、うん、ファウストルートは絶対繋がせたらダメです、ね、そうですねなんで、これをポンって普通に置いとくだけでここ3枚繋がせたらダメだなっていう置き方に強制できるしさらに、もう3枚置ける確定のところにポンって置くと相手はなんだと防ぎようがだってアヌビスぐらいしかないもんねアヌビスナルクレプスぐらいしかアヌビスナルクレプスがそうあのこいつのおかげで戻ってきたね一回ね一、うん、回戻ってきてで、スタギン消えたと思ったらまた戻ってきたあの復刻イベントをね、はい、また最近よくやられてるじゃないですかそうですねでそれで結構あの手に入れてる人も増えてます最初の方のイベントなんですけどね、はい、初心者の方絶対に絶対取ってたわけです絶対取るべきですね俺も取りましたそしてこちらも3票全だこれアルンさんジョンエースですねあるでしょ大和さんのエースあるじゃあ4票っすねもうね下手するとね俺もゆるるんぐるとあるんどっちをこうか悩むレベルいやそこはゆるおこうそこはゆるおこうどっちの方がいいでもそこはゆるの方が多分本当にまず2枚返しというあの適当な条件ですよ適当2枚以上ね2枚以上という適当な条件で 1.9 か 1.9 なんですよね 1.9 という超高倍率はいもう3ターン目ぐらい4ターンとかでもう結構いけちゃう2枚置けますねそうですねそうですねもう乱量あれば4000近く出る4000出んのかだからもうすごいんだよこの子は強いよ A じゃないんだよこれあのなんか A プラと AS の間ぐらいですよですね、うん、はい神よりコスト15ぐらいですよねコスト15だこいつは、はい、コンボスキルが、神に 1.9 倍ですね恐ろしい、はい、なので、もう乱量をねあの、うん、流行りまくっている乱量を狩れる天敵ですよこれ、はい、逆に乱量側としたらこいつビビる、うん、来たら、うん、こいつに繋げたら終わると、ねはい、そして、はい、こちらが2票ですかねサマール、はい、竜の光ですよ龍の光、はい、光レオローラに次ぐ龍パの光まず、龍バフ 1.3 ですね3ターンの間はいはいあのもう出した時に 1.3 倍になるんですよまずだからスキル無条件発動なんですそうですね、うんうん、コンボスキルも簡単に発動するコンボスキルそして注目はコンボスキルですはい魔に 1.8 倍もう魔も許さない今魔も許あるいは魔も魔バフじゃないですか唯一の、コンボだったらそうなんですコンボだったらそうじゃないですかはい唯一のコンボで、マーに特攻をつく、ね、1.8 あれコンボじゃなくても20かですよね、うん、神にいないですもんねないっす、うん、じゃあもう強いじゃんいやめっちゃやばいっすよ
めっちゃやばいです、はい、強いし可愛いし、そうもうなんかわがままボディと合わせてもう隙がないあやだやだみんな体ばっかりやだやだ今ねやっぱり、最近乱量が減り気味ではあるんですよ。そうですね、で間が増えてるんですよ、以前に比べると乱量減少傾向にあります、うん、ですね。でフルカス、アズリエル、ルエド、ここら辺をリーダーにしてる人が多いので強い間が多い、はい、こちらのコンボスキル牽制においてバーベキューアルンをバーベキューじゃないアルンでコンボしてバーベキューって言っちゃった、アルンアルンですね、アルンアルンが強い、うん、アルンアルンするとすごいことになる、そうだからもうスキルない本当に、うん、もう神にも強いし魔にも強い、そうそうです、だからもう結構もうみんなもうこのペア入ってるよね、入ってるね、リアルに入ってる、パーティーにリュウいなくてもこいつ強いから、うん、そう 1.3 でもうあのコンボ使うだけで強いから単純に強い、なんかリュウ海岸に普通に入りますよね、入りますね、入りますね、そして、他に票を集めた子は、うん、ミンアボー あのポーリュプスらへんっていうらへんっていうらへん、まあまあ、とりあえずカウンターやっぱ流行ってますよね、流行ってますね、購買率のカウンター系、うん、もうあれでもう盤面が、おかしなくなると、うん、そして、僕からのイベット、あの特殊ダメージを返す、そうですね 140% 返しですね、うんうん、あれはやっぱりあの置いとくだけでこれまた歴史変わると思うんですよね、多分変わりますね、あれそうっすね、やっぱりあの終盤のバイセに刺さるんですよ、うん、バイセ、ファウスト、ハーピスト、ハーピスト、やられた時にすごいダメージを返せる、うんうん、スキルダメージを、もう全以上に返す、相手は、まあ、知っててもそのスキルダメージ出しづらいんですよ、結構ちっちゃいスキルダメージって出しづらくないですか、出しづらいですよ、そもそもなんかデッキにあんま組み込まないイメージ、そう入れないんですよね、そういうスキルダメージ、ちっちゃいスキルダメージってもう出そうとしたら、だから例えば八つ房とか、うんうん、ポンっておくとかそういう作戦しかないので、また宿友とかですよ、ですねですね、うんうん、かなり、イベントはがあることでフィニッシュしづらくなるんですよ、というわけで今暴れてるコマこんな感じです、はいはい、はい、でちょっとだからエルダの話をしていいの、エルダの話をしていいの、エルダって使ってるみんな、エルダって女の子の竜、いやだからあれだよ、あのエルダ使ってないです、爆裂鉄拳ドラゴンガールだよ、エルダ使ってないですよ、あれですよね、なんかあの枚数が少ない時の、そうそうそう、ああ分かった分かった、メイドさんですよね、そうそうそう、分かった分かった分かった、あのウィークリー殺しだよね、でもあれリーダーに置いとかないとなんかハンドに来なかった時に困りません、違う、いや俺は引けるんだよなるほど、いや違う、だって10枚だよ、10枚10枚10枚以下だったらいけるわけだから、うん、結構な余裕があるわけで、まあ、3ターン目ぐらい、まあそうっすね、うん、あるでしょ、まあ3ターン目ぐらいあります、ね、そうですね、そうそう、そこまでに引けば、うんうんうん、ダーンしてくれるんだから、ダーンしてくれる、ブラストナックしてくれるんだからそれで勝てるわけ、お気に入りなんですね、俺超使ってるから、僕もリューパーに一時期入れてた時あるんですけど、結局、うん、あ引けねえじゃんと思って、そうでもまあリーダーにすることではないんだ、そう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 なんですよ、ね、で俺は引けると、愛で戦ってるの俺は、なるほどですね、いいですね、相手戦うドラゴンガール、あそう、ババゾノさん的に見てその相手だったりとかにいて、うん、こいつマジでねえわってねえわ、俺聞きたいかもしんない、ババゾノさんの意見を、ね、俺でもやっぱりだけど、やっぱ俺めちゃくちゃドラゴンだから、めちゃくちゃ、はい、返してくるやつが本当になんか嫌なの、そのカウンター系、カウンター系です、カウンター系、はい、ルサリー、ボーリプス、うん、ラミア、そうそう、その辺がその辺ね、うんうん、でしかも俺最近やっぱそんなにさ、なんか数字とかで見れてないから、これはそのこいつを返すとやばいやつなのか、それともなんかそのあ、ね、どっちなんだみたいなのもさ、いまいちさ最近してない、その数字もむちゃくちゃになってきてるんですよ、そ、あそうなの、いやそもそも乱量リーダーでその罠出してくるからもうそこそう、まあ、まず分からないです、乱量が 1.2 かもしれない、そう 1.2 かもしれないんだよ、そう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 、そんな調整ある、調整してる人ありますそう、もうカップ戦やばいですよね、カップ戦の中身が702とかが出て誰だよ、そう誰だよってなるんだよ、さて、じゃあここで最近我々がね、調査して、はい、多かったリーダーっていうのを、はい、発表していきたいと思います、はい、はい、さあということで、はい、我々がしばらくねランクマッチやら何やらに潜った結果、はい、一番多かったリーダーは、はい、あれ違う違うこいつだーじゃあちゃちゃランニョやっぱ王だからね、はい、ランニョでした、王っすからね、半端ないですやっぱランニョさんは、はい、一番多かったリーダーはランニョ、はい、オールマイティーさん、ね、そして次が、次に多かったのが意外にもサリエル、ブルルルサリエルじゃないんだななんかちょっとこちらルエド、いや来ましたね、こちらがですね、毒ね、乱量の半分ぐらい、うん、はい、ルエドでした、期待のニューフェイスです、そして、
次同率3位がはい、ドゥルルン、このお二人フルアズ、フルアズ、はい、フルアズが、同率で、まあ、打点だですね。ただルエドとほとんど変わらなかったです。はい、はい、結構ここから差があるんですけれども、うん、キリン、はい、キリンある、キリンある、キリン多かったです。キリン回復のあれですね、はい、回復バフですね、はい、あとペルセポネ、うん、ペルセポネはデバフですね、うん、ね、あと影光、影光、はい、あとはアンタレスとか、アンタレス、はい、あの毒がどんどん増えていくね、やっぱ最初に置きたい駒ですね、はい、はい、そして、ババゾンさんみたいにエルダをリーダーにして、エルダをリーダーにしてた、え、あ、そうなの、いや、いらっしゃいましたよ、いらっしゃいました、うん、あ、そうなんだ、やっぱ序盤出さないとね、はい、効果ないから、ね、やっぱりアイテムありますよ、全然、ただ、クイルクエンですね、あー、欲しいやつ、得点の時に置きたいっていうのが、はい、あると思うので、クイルクエンなんかも、いました、うん、あとオーディンか、あーオーディン、オーディンと、あとポリュプスとかラミアをリーダーにする人、そうですね、うん、初手で置けますからね、カウンターね、ですね、カウンター系をリーダーにして、あの安定して立ち回る、うん、はい、ような人も組み受けられました、はい、というわけでですね、これ見る感じ一番今多いのはラン両王なんですけれども、うん、属性で見ると魔が一番多いです、比率的に、あ、上の方にいるのは、はい、まあ、フルカス・アズリエルとかね、フルカス・アズリエル・ルエドでラン両王のボス超えてるので、ああ、なるほどなるほどなるほど、ので、まあ、魔が一番多いですね、となるとサマー・アルンとりあえず忍ばしておいて間違いない、間違いないですね、感はありますね、はい、まあ、竜魔が半分ぐらい、神が4位、うん、竜が1割、うん、かなと思います、うん、はいはい、竜はもっと少ないかもしれない、うん、でも竜はね、あのね、ちょっと今僕結構リューパー作ってるんですけど、うん、もうすぐ新時代の幕開けですよ。なんでそれを。じゃあリューめっちゃ確かに使ってるからね。悟った。本当にめっちゃ使ってるんですけど、うん、まずやっぱあのサマーアルンの登場から変わりました。うん、とかレオノーラか。レオノーラ。レオノーラがマジやばいっすね。レオノーラとサマーアルンが今リューを支えているので、うん、逆に言うとこの2枚引けないと勝てないんですよ。ああ、先にね、序盤に引きたい。なんで、これからサマーアルン系の あの置くだけバフが、はい、で単性でいいね、増えてくれると、うん、まあ、竜また牙を剥き出すんじゃないかって、あれ B ゴマのやつは、 B ゴマのやつ、 B ゴマのあのちっちゃい子でしょ、 1.1 の子、あいつも、使えるんですけど、うん、まあ、コンボがないっていうのがね、まあ、そっかそっか、うん、そうだね、ちょっと痛い、コンボも大事だからね、竜は、はい、やっぱりコンボはついててほしい、竜は結構コンボ命じゃないですか、うん、そうですね、やっぱりいまだにアノビスされるとちょっと辛いですよね、ですね、瞬間から何もできない、はい、今流行ってる間に極端に弱いっていうのがあるので、竜は流行ってないのかなって感じですね、うん、カウンター置かれちゃうともう厳しいっていうのが、まだ多いっていうね、溶け出てるからな、神が増えてきたら竜はまた牙を置くというわけで、まず勝つためには魔をめたったマパを作ろう、マパなんだよ、そうだ、また魔増えちゃうそうじゃない、まあ、でもそうなんだよな、魔対策ができてるマパが強いですね、そう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 、そうですね、うん、毒が今一番強いと思います、環境トップは、うん、ルエド・アズリエルを軸にした、なんか安定して勝てるって感じ、ルエド・アズリエル、ファースト、うん、メヒソン、そうで、フィニッシャーにガルムとか、ガルム、そうだね、まで染めてたら、はい、いう感じのデッキが一番強いんじゃないかなと思います、そこにね、サマーアルン忍ばすね、なんかそのアルンとかでまたダメージ稼いでね、アルンアルンで、はい、アルンで、まあ、ハビスも入れてね、あ、ハビス大事だね、マリハビスいいよっていう感じでございます、はい、いかがですか、いいんじゃないですか、俺ガルム持ってるし、あ、そっか、あ、そうガルム持ってるじゃあママゾンさんもこれからマパ、まあ、今はリュウを使って、いやでも俺ちょっと結構、うん、もうリュウに集中してるから、うん、ちょっとリュウを知られたい、まあ、はい、というわけで、はい、最後に、まあ、今ね紹介した暴れているコマを使ったガチデッキでザキヤマさんと勝負して終わりたいと思います、え、大丈夫、勝てんの、勝ついや、世界に愛されてる男だよ、え、大丈夫です、相手は大丈夫です、まあ、見たいよ、早く試合を、 B5 マしか来ないから黙ってくるんだよなんか戦いの趣旨が違って、はい、じゃあ画面どうぞ、はい、ということで、僕とザキヤマさんが戦わせていただきます、はい、ザキヤマさんね、ランク160だからね、うわ、さあ、現状のね、ガチ場ってことでね、さあ、始まりましたよ、各場面、はい、じゃあ解説は宮坊さん、はい、お願いします、はい、実況をお伝えいたします、はい、よろしくお願いします、にぎやかしターザンのマゾノで、はい、よろしくお願いします、はい、いや、どんな戦いが始まるんでしょうかね非常に楽しみです ね、 ますね、現状の
ガチガチ、ガチガチガチですからね。はい、どうなんでしょう。こちらランリョウお互いねリーダーですね。まあ、普段から使ってるってことでね、煽っていく、どんな立ち回りを見せてくれるのか非常に楽しみなところですね。戦い始まってます。さあ初手、初手はまあそうですね、何を置くかですね。そうですね、何が来るか。さあすごいワーワー言ってますね。来ました。最初カウンターのイザナミですね。コンボスキルも強いんですよね。まあ、でも最初ね返されてしまうのでそこまで影響はないような気がします。なんかミスったらしいですね。すごい激しい激しい。激しいですね。ちょっと画面見えないんでね。かぶしてください。さあ何か置いてきた。罠が来ましたね。なんだあれは。1023。さあこれは乱量で調整が入ってるんでね、ちょっとわからないですね。さあこれを返していくのか返していかないか。さあ返していきませんでした。はい。さあ毒。はい、これタイガー桜井ちょっとここは警戒して一応返さないといきましたね。780イベント。さあ来ました。ルエード来ました。いやイベントじゃないですよ。どこ。いや直接返してやばいことになりますよ。マジやめた方がいいっす。もう正面からだの、ね、いやマジやめた方がいい。牽制の試合がね始まってますね。いやマジやめて、マジやめた。あれあれあーとこれはあれそこにそれ、まあ返して発動しなかったってことはまあそうですね、うん、おそらくイベットかその辺特殊ダメージ系を返す系だったんでしょうね。あさあこの位置にファウスト。あーやだそれもう。さあザキヤマさんはあれですね。ねえそれダメです。ダメですマジで。ちょっと待って基本的に毒で攻めてますね。それダメなんですよ本当に。でファーストこの位置にあるとですね、はい、次置くところによっては3枚返す、3枚返してコンボスキルが発動する可能性があるので非常に今桜井は厳しい。これ嫌いなんですね。潰しに行かないといけない。そうですね。でこれ潰しに行くと結構盤面を取られがちになるんで、ね、さあ今ザキヤマさんが結構盤面的には有利に立っている状態ですね。まだまだ。さあまだまだ諦めてはいない。ちょっとだって S 来ないんだもん。来ました。 S 来ないんだ。ほら S 来ない。うわやべえな。ほらほら S、 ほら S 来ない。ほらもうランキング入ってたね。アズリエル来ましたよ、はいはいはい、これ毎ターン毒が1300。これね意外とここなんですよ。意外とここなんですよ。さあ回復画面を踏んでさらに罠を仕掛けて、もう知ってたから。もうこれでここなんですよ意外と。ほんとねこれほんとにここだから意外と。あ本当だ。何か2人でなんか納得するところがあったんでしょうね。これ困りますね。まあしょうがないです。さあポーリプス、はいはい、さあ毒がでかい。やっぱ現状ね毒がね非常に強力ですからね。どうですか松本さん、ここまでの立ち上がりどうですか。まあちょっとぬるっとしてるね。ぬるっとしてる。ぬるっとしてる。もうこっからだもんね。あそうですね、ここは今仕掛けてるとこだね。そうですね、まだ回復マスもありますからね。種巻いてるねこれね。伏線をね張り続けてますよ、うん、さあこれ迷ってますね。来た。さあ来ました、ハーピストエンジェル。こちらね返さないと HP 50% 切った時にものすごいダメージが出る。これはすごい誘導されてますね。でおそらくもう今 50% もう 切りますね。これで切るので返さないといけない、うん、来た。毒が倍爆がかかる。でもなんか俺がさ前回出た時とさもはや全然戦い方違う、ね、そうですね。時代が変わってるね。時代はね確率が変わってます。来た。さあ回復場面を踏みながらアズリエルと。こちらもアズリエルを返しに行かないと。うわすごいね。あれいいんですか桜井さん。やばい。だからこれザキヤマさん の, あのアズリエルのコンボスキルが発動してさらにサマーラン上手に焼けますよ。マジか。今ちょっとやらかしたな、やらかしたな。いやさあダメージでかい。まだ生きる。やば。終わったマジでアズリエル最後もあっさりいきましたね。強いんですよアズリエルは。これやっぱザキヤマさんですわ。いやさすがですね。やっぱりアズリエル強いんですよ。男だわ。今ちょっとアズリエル繋がることを考えてませんでした。あアズリエルいけるわって思う。アズリエルを警戒しなかったので、ね、そうしたらアズリエルさんの方アザーされた。はい、さすがザキヤマさんでございます。置けないからね、あの辺にもうアズリエルがいっちゃうと、はい、うん、毒非常に強力だった。もう中盤からゴリゴリ削ってて、はい、結構焦らされる展開、うん、まあこんなパーティーですよね、うん、大体毒強っ。じゃ毒強いんすよ。こんな強いの。なんかもう最近は俺が知ってる毒と違うけど。いやもう時代は変わってますよ。マジかよ。なんかコカトリスとか抜いてもいいかもしれないですよね。なんかもはや。ただ
ただコカドリスほっとくとたまにささやきすげーことやってくるんですよ、ね、そうそうそう、強いんですよね。本当一時期流行ってたのやっぱりコカドリスと、マシテマさん、あ、はい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 、あれがもう全4倍ですからね、うんうん、全然バカにできない威力が出るんで、うんうんうん、あとね最近めっちゃ強いのこの子イベルのタイガー、これコンボスキルご覧ください。最大3500でございます。3500ってやばいですよね。これね S なんですよ、 S ゴマのやつですよ、これ S なんですよ。だってほらほら、まあ、3000ね、3500はねすごいんです。インフェルノタイガーは決戦キャラですよね。もう誰でもね、そう、復刻さえすればね、ちょっと捨てが低いんですけど HP がね、うん、ただコンボスキルが S なんで、うん、これは強いよね、うん、強いっす、ね、強いっす、まあ、スキルもね使いやすいんだよね、はい、というわけでございました、はいはい、というわけでファミチャップ最強は、世界の竹山さん。いや間違いないですよ、世界だもん、うん、ね、間違いねえよ、はい、世界です。じゃ次回はミヤボーをね決戦に加わりたいと、そうだね、思います、はいはい、というわけで、はい、いかがでしたでしょうか、はい、どのように、はい、このように PC からご覧の方は登録のボタンがあると思いますので気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方は下の方に登録用の、ね、ボタンとか URL とかあると思いますので気になった方は登録してみてください。あとファミチャップにこのアプリやっておりますので入会しないと見れない生放送や動画などございますのでぜひ入会してみてください。お願いします。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。